はいはい、ランです。ちょっと湿ったところが好きなようで、小さな流れの横に5本まとまって咲いています。今までずっと歩いてきて2本3本1本とはありましたが、5本もまとまってるのはここだけのようです。采配蘭は一つの茎に対して一枚の葉っぱがあります。それで でもいい匂いがするので、ハエなどが飛んでくるのかなと思って待っていますが、飛んできません。花を下から見るとどういう感じなんでしょうね。この花は家に持ち帰り育てようとしてもダメだというのが私の手元の図鑑に書いてありました。偽球根とやらがそばについていて、それがとても大事な役目をしているんだそうです。家に持ち帰り植えてみて1年目2年目はうまくいってると思ってても、4、5年もすると消えてなくなるんだそうです。やはり野の花は自然に置いておけっていうことなんでしょうね。さて、もう一回下の方から花を見てみましょう。でも結構かわいい形をしてますね。